はい、それでは、ありがとうございます。本日はですね、素粒子実験で分かってきた対称性と真空の不思議、 LHC 加速器でヒッグス粒子に迫るというタイトルで素粒子物理学のお話をしていこうと思います。素粒子物理国際研究センターの奥村と申します。よろしくお願いします。ではまず最初に素粒子物理学って何だろうという話から入っていこうというふうに思います。その素粒子物理学はその名前が示す通り、物質の根源である素粒子の研究をする学問です。さらにはその素粒子の間の相互作用である力も研究対象になります。ここに示してあるのは素粒子の周期律表みたいな表になります。素粒子は大きく分けて3つの分類にすることが分けることができまして、1つは物質を作る粒子、もう1つは力を伝える粒子で、最後にヒッグス粒子という3つの分類がされます。物質を作る粒子は私たちの体の中を作っている原子、これは原子核の周りに電子がぼんやりといるような病像になるわけですが、さらにその原子核は陽子と中性子に分かれて、陽子の中にはクォークがあるというふうに分かっています。このクォークや電子、またニュートリノを加えたものがフェルミオン、物質を作る粒子というふうにされていて、これまでの加速器や宇宙船を用いた実験によって、すでにそのコピーの第2世代、第3世代というふうに、同じ構成を持った4つの種類の粒子が3世代あるよっていうのが分かっています。これが物質を作る素粒子です。で、二つ目の力を伝える素粒子なんですけども、現在の物理学では、すべての相互作用は4つに分類がされるということが分かっています。強い力、弱い力、電磁気力、重力の4つです。ここで強い力、弱い力っていうふうにとっても素朴な名前付けのものが出てきますが、これはれっきとした物理学の専門用語で、力の種類になります。この4つの力の中で、重力だけはとっても小さい弱い力なので、素粒子物理学の観点ではまだ研究がされていなくて、まあ、主にこの強い力、弱い力、電磁気力っていうのが素粒子物理学の研究対象になっています。で、それを伝える粒子としてグルーオン、フォトン、Z ボソン、W ボソンという人がここに書かれているわけですね。で、最後に今日の主役であるヒッグス粒子というのが出てきます。で、今日の話ですが、まず最初に弱い力について考察をしていって、その上でこうヒッグス場についてこう考えていくというのが今日の話の順番になります。まず最初にこう弱い力の話なんですけども、これなかなか皆さん聞いたことがない力の種類だと思います。で、それはこう普段の生活で感じるのは重力か電磁気力かだけしかないんですけども、弱い力っていうのは例えばどういうものがあるかっていうと、ここで書いてあるベータ崩壊っていうのが、まあ、一番特徴的な弱い相互作用、弱い力の反応形式になります。で、ここの絵にあるように中性子は平均15分間で陽子と電子とニュートリノに壊れるっていう反応が、この中性子のベータ崩壊の反応になります。で、この15分っていうのは素粒子の反応としてはとっても長い時間スケールで、これは言い換えると単位時間あたりの反応確率が低いということになるわけですね。で、これはいろいろな要因があるわけですが、その中の一つは力の結合がとっても弱いですよっていうことを言うわけです。だからこそこの、力っていうのは弱い力というふうに言われるわけですね。で、こういう反応が起こるのは、こう自然がですね、中性子が一人でいるよりも、陽子と電子とニュートリノになった方がお得。お得っていうのは、こうエネルギー的に低いって意味なんですけど、その方がエネルギー的に低い安定なところなので、そっちに行きたがるよっていう意味になるわけですね。で、一方で安定な原子核中にある中性子はこういうふうに崩壊をしないので、勝手に原子の種類が変わっていっちゃうよみたいなことはないので、まあご安心くださいということです。で、この弱いっていうのは別の言い方をすると、すごく反応距離が短くって、この原子のとっても近く、近傍までしか伝わらない力ですよっていうふうに言い換えることができるわけですね。だからこそこう普段の生活では感じない力というふうになっているわけです。で、弱い力、実はまあ身の回りにある、まあ、とっても大切な力なんですよという例をこう挙げてみたわけですが、例えば太陽がゆっくりと燃えているのは、この今話している弱い力っていうのがこう弱い、とっても反応速度が遅いおかげなんですね。
太陽の反応の中には、強い力、弱い力、電磁気力、重力、すべてこう入ってくるわけなんですけど、その中で弱い力っていうのがゆっくりと働いてくれるので、太陽が一瞬ですべての燃料を消費しちゃうってことなく、ゆっくりとコンスタントにエネルギーを僕たちにこう与えてくれることができるというのは、一個弱い力のおかげである点ですね。であと温泉が楽しめるのも弱い力のおかげであるというふうに書いてありますが、最近の研究でこう地熱のそのエネルギー源の半分は地球の中の原子核反応由来であるというふうに分かってきました。でそのうちのメジャーな部分はさっきのベータ崩壊によって質量エネルギーが熱エネルギーに変わったもので、このベータ崩壊から来る熱でもってまあ温泉を楽しむことができるんですよっていうのも知ってみると、まあ弱い力っていうのは意外に身近なものと感じることができるかもしれません。でこう弱い力考察してみるわけですが、そもそも力ってなんだろうってことをこう考え直してみます。高校の物理で習ったように力っていうのは、例えばこう運動の方向を変えたり、運動に対してこうエネルギーをこう加えたりするような、そういう変化をするものであるというふうに高校の物理等で習ったというふうに思います。また、高校の物理でこうニュートンの万有引力やこう電磁気の空論力を学んだ時に出てくる式なんですが、こう点のソースから出てくる力っていうのは R 次乗分の1の法則で、弱くなりながらも遠くまで伝わるよというのが力のまあとっても一般的な特徴であるというふうに習ったことと思います。でまた最後、その素粒子物理学ではですね、その粒子の種類の入れ替えっていうのも力が行うまあ一つのことであると、これによってまあ力が出てくるっていうふうに言っても過言ではないんですけど、例えばこう強い力をこう規定する量子力学と量子色力学というのはですね、例えば赤色のクォークと青色のクォークを変えるような反応によって強い力が生じるよというような記述をするわけです。でここ今日は深くは入りませんが、何しろ同じ青色のアップクォークと赤色のアップクォーク、同じアップクォークの間で特徴を変えるような反応っていうのは素粒子物理学ではまあ起こりうるということになるわけですね。で一方でここで書いてあるそのベータ崩壊に代表される、弱い力っていうのは素粒子物理学的にはもうとってもへんてこな相互作用であるというふうに言えます。さっきの弱い相互作用の例で挙げた、短距離力で遠くに離れた相手には伝わりませんよというところなんですが、これはこういうふうにこう R 次乗で落ちてくるんですけど、途中でストンとこうなくなってしまう、伝わらなくなってしまうんですね。でこれが10のマイナス17乗メーターというとっても近傍までしか伝わらない弱い相互作用が弱いっていうゆえになります。これは素粒子物理学の言葉で言うと、その交換、弱い相互作用を伝播する W ボソンがとっても重たいっていうふうにこう解釈をされるわけなんですね。非常に重たい相互、粒子の交換で起こる相互作用なので短距離力になってしまうよと。でこれはまあ一つ、さっきの力って言った一般的な力って言ったのと比べてまあ変なところであると。でもう一つはこう電荷の異なるこうダウンクォークとアップクォークを変える変更であるという話がここに書いてありますね。こう中性子のベータ崩壊を、クォークの世界でのレベルで書いてみましょう。中性子はダウンクォーク2つとアップクォークが1つで、陽子はアップクォークが2つとダウンクォークが1つからなっています。で、そのうちの、1つのダウンクォークがアップクォークに変わってエレクトロンとニュートリノを出すというのがベータ崩壊のクォークの世界で見た時の反応様式なんですが、ここに書いてあるようにこう電荷が異なるですね、ダウンクォークとアップクォークを変えるということをしている、一見対称でない粒子の入れ替え、電荷が異なる粒子の入れ替えが反応の中に入っているよっていうのも、まあ素粒子物理学的にはとっても不思議なところと考えられるわけなんですね。でこれをまあ解消するためにこの後ヒッグスバーという話をしていくわけですが、そのためにですね、バと複素数の話、復習をしてみることにしましょう。で素粒子物理学を学ぶとバっていう言葉がとてもよく出てくるんですが、バというのは一体何なのかっていうと、一言で言うならば、場所と時間を決めたら
値が決まるような量であると。これすごい抽象的な言い方をしていますが、例えば具体的に言ってみると、分かりやすいものがいろいろありまして、例えば今日の各地の気温というのを考えてみたとしましょう。こう時間と、場所を決めると一つの気温っていう風が決まるので、これはこう場の例なわけですね。で、これをさらに言うと大きさが決まる、時間と場所を決めると気温っていう大きさの量が一つ決まるので、こういうのをスカラー場という風に言います。で、一方で今日の各地の風向風量みたいな、そういうのもまあ場として考えられるわけですね。で、そうするとこれは、時間と場所を決めた時にその風の向きとその大きさが決まるようなものなので、これはですね、こう時間と場所を決めると3次元のベクトルが決まるようなものなわけですね。こういうのを3次元のベクトル場というふうにこう呼びます。場所と時間の関数として大きさと実空間での向きが決まるようなものなわけですね。で、一方で複素数について考えてみましょう。高校で複素数を、学んだ方も多いと思いますが、例えばこう1プラス i という複素数を考えてみるわけですね。で、1プラス i っていうのは、実部が1、虚部が1っていう、そういう複素数になるわけですが、これをこの複素数平面上、横の方向に実軸、縦方向に虚軸っていう風に貼ると、この1プラス i っていうのはこの1コンマ1のこの点を示すような矢印であるっていう風に考えることができるよっていうのが、これ複素数平面上での複素数の見方なわけですね。で、この1プラス i っていうのをこう書き換えると、スクエアルート、ルートにかけることのコサイン45度足す i サイン45度っていう風に書けるわけですけど、これを解釈するとどういうことかっていうと、この1コンマ1に伸びる矢印っていうのは長さがルート2で、ここの角度が45度ですよっていうことを言っているわけです。なので、複素数で1プラス i っていう風に実部が1、虚部が1っていうのと全く同じ意味でもって、大きさがルート2、角度が45度っていうような表記もすることができるわけです。で、これどっちが、便利かっていうので自由に使い分けたらいいわけですけど、これは全く同値の意味を持つわけですね。で、以降この複素数の角度のことを、位相という風に呼んでいくことになります。で、素粒子物理学ではですね、複素数の場っていうのを使います。例えば、この後で話の主役になってくるヒッグス場っていうのは、複素スカラー場になるわけです。で、複素スカラー場っていうのはどういうものかっていうと、こうさっきの場っていう概念と、複素数の概念をこう足したらわかるものなんですけど、一つの場所と時間を決めたら、複素数が決まるような量であるという意味になるわけですね。で、複素数っていうのは、さっき言ったみたいに大きさと角度で表すことができるわけですが、何しろこれもう少し言い換えてみると、場所と時間を決めたら、一つの複素数平面上の矢印が、決まるような、何かそういう量のことを複素スカラー場っていうふうに、考えるわけですね。で、これどういうものがそれに当たるかっていうのは、なかなかイメージつかないと思いますが、例えばイメージとして、今日の各地の複素スカラー場っていうのが、例えば天気予報でこう示されるとするのは、こんな感じで出てくるわけですね。東京は、270度でちょっと小さめの矢印とか、関西地方は90度の方向を向いて、小さめの矢印とか、なんかそういうような感じのものになるわけですね。こう場所と時間を決めたら、一つの複素平面上での矢印が決まるよというようなものを複素スカラー場っていうふうに呼びます。で、ちなみにここではその矢印の方向っていうのは、こう実空間における東西南北とは無関係の複素数平面、複素平面上でのこう向きであるっていうのも一個リマークしておきましょう。で、この僕たちがやってる素粒子物理学っていうのはですね、この複素数の位相についての考察っていうのがとてもとても重要になってきます。で、現代の素粒子物理学の基本原理っていうのは、この位相を考えたときに世の中に特別な位相がないべきであるっていうのを一つの原理とします。これ右にこう2個の日本地図を挙げてみましたが、これ例えば上側は特別な位相がない時の例ですね。いろいろなところでチャランポランな方向を向いているので、結局どの位相が特別とかそういう意味は持ってないですよっていうのが上の例になります。
一方で下の例は、全部まあ45度の方向をこう指しているわけですね。これ45度がこういう場合だと特殊な位相であるというふうに考えなければならなくなるわけですね。でこれはこう特別な位相がある位相の対称性どこでも同じ意味を持つというわけではなくこっちに特別な意味があるよっていう位相の対称性が破れているような場合の例です。で、基本的にはこういうものは、素粒子物理学では導入せずにみんなこの位相が世の中にはないように、理論を組みましょうっていうのが素粒子物理学の基本的な姿勢になるわけですね。でこれすごい指導原理でこれのおかげで素粒子の相互作用というのは自動的に導入がされます。具体的にはこう素粒子が相互作用しないとこの位相の対称性が保てませんよっていうストーリーでだからこそ、相互作用が必要であるということで電磁気力強い力弱い力っていうのが導入されるっていうのが現代の素粒子物理学のまあ一個大きなストーリーになります。ただしここで大事な制約が出てきてこういう位相の対称性が、世の中にある限りこう力を媒介する粒子は質量を持ってはいけなくって遠くの相手まで R 二乗分の1の法則で伝わらなくてはいけませんよっていう制約が一つ出てきます。で、もう一つはこれだとその対称な粒子同士の交換しかできませんよっていうそういう制約が出てくるわけですね。でそうするとそのさっき弱い力の変なところっていうふうにこうまとめてみたものは真っ向からこれを対立してしまう概念なわけですね。でもとはいえ一方であるとあるレベルまでこう弱い力っていうのはこの力位相の対称性を信じた時によく説明がされるというわけでその物理学者はこれまでどういうふうに考えてきたかっていうと本当は位相の対称性があったのですけど今の冷えた宇宙ではその対称性が破れてどの角度θも対称ではなく特定の位相があるような宇宙になってしまってるんではないかというふうに考えるに至ったわけです。で、このための仮説としてですねこう対称性を破っているヒッグス場っていうのが世の中に実在をしているよっていうふうに考えてみるわけです。これまだまあ仮説だと思って聞いてください。でそのヒッグス場のセットアップとしては本質的にはどっちの向きを向いていてもエネルギー的にお得っていうことはまずないというふうにしてその角度の対称性は保っておくわけですね。でも一方で、ただし位相は周りの人と同じ向きを向きたがる性質を持たせるわけです。これはどういうふうに入れることができるかというと時間的空間的に位相が変わっていっちゃうっていうような時にはエネルギーがかかるよっていうようなそういう場としてセットアップされているわけですね。でそうすると例えば周りとある人が向こうを向いたとしましょう。そうすると前の人も同じ方向を向いた方がお得ですよっていうふうにこう感じるわけなんですね。どっち向いても対象なんですけど誰かが一人こっちを向いたら前の人が同じ方向を向きたがるというような性質を持っています。こういう性質のことを、自発的対称性の破れっていうふうに言いますがこういうセットアップを持たせたヒッグスバーですね結果自発的に対称性を破ってこういう全員が、似たような方向を向いているっていうことが実現されるわけですね。一度誰かが、まあ、たまたまとある方向を向いたならば周りの人もみんなそっちの方向を向きましたよっていうようなのがこの自発的対称性の破れの、まあ、メカニズムになってくるわけです。であと一個重要な概念としてその中で誰かがちらっと横を向いたらその揺らぎはですねわーっとこう伝播していくわけですね。つまりみんなが同じ方向を向いている中で誰かがちょっと違う方向を見ると前の人もちらちらっとそれを見てそれがサワサワサワっとこう伝わっていくっていうような揺らぎがさだ波として伝播するっていうのもこの自発的対称性の破れが起こった時の重要な特徴で、これも喋りたいんですけど今日はこっちはまあ割愛をします。まあ、何しろこういうのがこう起こったとで、まあ起こったというふうにしたんですが、それに対してもう少しこう説明を与えるわけですね。で、僕たちは宇宙誕生の、後10のマイナス12乗秒後にヒッグス場がこういう一つの方向を向いたというような状態になって対称性自発的対称性の破れが起こったヒッグス場が凍ったと書いてありますが凍ったというふうに書いてあります。これ宇宙の歴史があって、インフレーションがあってビッグバンがあってっていうで現在の宇宙までっていうような流れの中のこの10のマイナス12乗秒後っていうところにじゃあ、どんな仕組みでヒッグス粒子が凍ると
考えることになっているかというと、それがここのスライドに書いてあるものなわけですね。で、宇宙の初期の時はですね、こうヒッグス場、このさっき導入したフック素数の場なんですけど、これはゼロを取る時が一番エネルギー的にお得ですよっていうような、そういう性質を持つフック素数の場だったわけです。そうするとこう日本各地、10のマイナス12乗秒後の時は日本列島なんてないわけですけど、まあ仮にあったとして、その時はそのゼロなんですね。こう矢印の大きさが持ってないゼロっていうのが、その全ての宇宙のその場所でこう取る最も一般的な値であると。で、こういう状態だと、もともと大きさがゼロなので、位相の対称性っていうのはあるわけなんですね。で、破れてなくて、位相の対称性が保たれている場合なんですけど、その10のマイナス12乗秒後に、この、複素数の場の特徴が変化をして、その複素数ゼロよりも、とある、ここの谷の部分を取った方がエネルギー的にお得ですよっていう性質に変わったというふうに、僕たちの今の理論はこう実はこう記述をするわけなんですね。で、そうすると今度はこの長さが、矢印がゼロじゃなくて有限の大きさを持った矢印に変わって、そうするととある方向を誰かが向いたら全員が同じ方向を向くよっていう、さっきの自発的対称性の破れのシナリオを起こすことができるというふうになるわけです。で、ここでのキーポイントは、こうエネルギーが最小の点を取るようなのを探すわけで、ヒッグス場っていうのが、10のマイナス12乗秒後にこういう谷を取るような、形に、そういう特徴を持った場にこう変更をするわけですね。で、そうするとヒッグス場が最小の点を取った時に、さらに隣の人と同じ方向を向きたがる性質っていうのでもって、この10のマイナス12乗秒後にいろいろな人が同じ方向を向くという、そういう自発的対称性の破れが起こった状態に宇宙を持っていくことができるというふうに仮説をするわけです。で、この仮説が正しいとするならば、こう僕たちの知っている宇宙の真空っていうのは何もない状態なのではなくって、特定の方向を向いたヒッグス場が凍りついてるよっていうのが、この自発的対称性の破れっていうのが教えてくれる自然観になるわけなんですね。で、これすごい面白い考え方で、すごい仮説なんですけど、これ証明できるのっていうふうに考えるわけです。で、これを証明する手続きがありまして、ヒッグス粒子を見つけて調べるっていうのがその手続きになります。で、今までヒッグス場で特に位相っていう話をしてきたんですが、自発的対称性の破れによる宇宙の説明が正しいとするならば、一つ重たい粒子がですね、こうついでに出てくるんですね。さっきの話はこの位相の方向を主に議論をしていましたが、もう一つその長さ方向の自由度っていうのも複素数にはあるわけですね。で、位相の方向ではどっちの方向を向いても対称で、どっち向いても同じエネルギーだよっていうのが、このワインボトル型のポテンシャル、エネルギーの絵からわかるわけですけど、こう長さ方向はですね、この値を取らざるを得ないという、そういう理屈があるわけですね。ここが一番下になって、それよりも離れたり大きかったり小さかったりする矢印の大きさを取るとエネルギーが高くなって損をするので、一番安定なここを取りますよっていう大きさがあるわけですね。で、こっち側の長さ方向の考察をすると、ですね、これ大学で勉強するんですけど、こういう二次関数で書けるようなポテンシャルを持っているとき、ここの側面です。ここの底のところなんですけど、こういうところの議論をすると、これ調和振動子、振り子の量子化っていうことを行います。で、これをするとエネルギーがこう量子化をされて、とある飛び飛びのエネルギーでしかその反応が起こりませんよっていうことが分かってくるわけなんですね。で、この幅が与えてくれる量っていうのが、これから話していく125ギガ電子ボルトっていうエネルギーのギャップになって、この第一冷気状態に持っていくっていうのがヒッグス粒子を作るっていうことになるわけです。これ普通の真空はここにあるんですけど、高いエネルギーで刺激をしてやって1個上のエネルギー順位に持っていくよっていうようなことがヒッグス粒子の生成っていうことの意味になって、この共鳴反応ですね、それが見つかれば、その僕たちが今喋っていた自発的対称性の破れ、こういうワインボトルがあって、全員が同じ方向を10のマイナス12乗秒横に向きましたよというメカニズムの証明になるわけなんですね。で、このちょうどいいエネルギーで叩くっていうのがまあミソです。
で、それをするための、実験装置がですね、ラージハドロンコライダー LHC 加速器と呼ばれる、実験装置になります。エネルギーを注入した陽子同士を正面衝突させる実験装置で、衝突点でこの陽子と陽子の衝突によって真空を刺激するわけなんですね。で、そのためには陽子をこう必要な125ギガ電子ボルトっていうのよりも十分に高いエネルギーに上げておく必要があって、7テラ電子ボルトっていうところまで上げておきます。でそうすると例えばこういう反応で真空を刺激することができるわけですね。陽子と陽子が衝突点で、交差するときに W ボソンを複写します。でその W ボソンと W ボソンがぶつかってここで真空を刺激をして、そのエネルギーがちょうど125ギガ電子ボルトに相当するんだったならば真空が刺激されてポコッと順位が上がるよということが起こるわけなんですね。でこのヒッグス場が刺激したこの現象っていうのをこう衝突実験のデータから見つけ出すよっていうようなことをこうするということになるわけです。でちなみにこれ、僕たちの予想が正しいとするならば10のマイナス9乗秒くらいで確率、そういう確率で真空を冷気することができるよっていうのをこう事前にこう知ってるっていうのもまあ重要なところなんですね。でそれでどんな確率で冷気されたか、どういうエネルギーで冷気されたかっていうのをじっと考察することによって明らかにすることができるっていうのをこれから見ていこうと思います。あとこれ、これを実現するためにはすごい高いエネルギーが必要で、こう7テラ電子ボルトっていうのはどのくらいのエネルギーかっていうと、この陽子一つの持つエネルギーとして考えたときに、室温で周りが飛んでいる分子一つの持つエネルギーと比較をするとおよそ270兆倍のエネルギーなんですね。すごいエネルギーまで加速をして初めてこういう実験をすることができるよってことになります。で、そのためにこうセルンではですね、LHC と呼ばれる、加速器を用いるんですけど、この水素から陽子を取り出しまして、そのプラスの電荷を持った陽子っていうのをたくさんの入射加速器のを使いまして、だんだんとエネルギーをこう室温から上げていくわけなんですね。最終的に7テラ電子ボルトっていうエネルギーまで上げるのに、1、2、3、4つの入射加速器を使って最終的に LHC で7テブまで加速をして衝突実験を行いますよということになっているわけです。でこの陽子と陽子の衝突をさせてみることによって真空を刺激して、真空を冷気させてヒッグス粒子を生成させるっていうのがこう僕たちが実験でやって見ることなわけですね。でもそのヒッグス粒子ってできた後にはそう実はこうすぐ崩壊をしてしまうわけです。なのでヒッグス粒子それ自身を見るわけではなくて、こう冷気した真空が、例えばこの絵だとですね、こうヒッグス粒子が2つの、フォトン、光子、光に分かれたよっていう絵が書いてありますが、その2つの崩壊終状態であるところの光を測定してそこから考察をしていくことでヒッグス場ができたのかどうか、ヒッグス粒子ができたのかどうかっていうのを考察をしていくことになるわけですね。でこの、こう真空を刺激する衝突点中央を取り囲むようにアトラス実験装置というのが置かれています。でこれとっても高いエネルギーの終状態の粒子を観測するのでとっても大きな装置が置かれていて、高さ、25メートルくらい、22って書いてあるかな、ここは。で横幅が43メーターのとっても大きな検出器が仕掛けられていて、内側から順番にいろいろな、検出センサーが仕掛けられていて、どの粒子がどんな方向にどんなエネルギーを持ってきたかっていうことをそう再構成って言うんですけど、再構成できるようになってるわけですね。で、ヒッグス粒子の代表的な崩壊パターンがここに2つ書いてありますが、ヒッグス粒子が2個の光になる場合っていうのが1つ代表的なパターンであるというふうに言えます。で、もう1つ代表的なパターンとしては、ヒッグス粒子が2つの Z ボソンに崩壊をして、さらにその Z ボソンっていうのも短命な粒子で、すぐに別の粒子に崩壊してしまうんですが、それが2つのミューオン、2つの電子に崩壊をするようなヒッグスが ZZ に分かれて EE ミューミューになるよっていうような電子電子ミューオンミューオンっていうことですけど、っていうのも典型的な反応の仕方、崩壊の仕方であるよっていうふうにこう考えることができます。
で、この右の絵はですね、たくさんあるこう衝突データの中の一つ、エレクトロン、エレクトロン、ミューオン、ミューオンの反応の候補が観測されたものです。これここの絵と色が合わせてあるのでそのまま見てもらえばいいんですが、2つのミューオンと2つの電子が集状態に観測をされてヒッグス粒子のイベントらしいなというふうに思えるものになるわけですね。でこれ一つの、こういうデータが取れたから観測できました発見っていうことができるかっていうと、なかなか世の中そんなにこう甘くないわけなんですね。でアトラス実験ではこの時はですね、50ナノ秒に平均、20回の衝突を行いまして、すごいたくさんのデータを貯めて初めて発見っていうところまで行ったんですね。でこれ2個プロットが出ていますが、左側がヒッグスが2つの、光子、光に分かれたものに対応するもので、こう右側はヒッグスボソンがさっきのミューミュー EE みたいに4つのレプトンに分かれたよっていうのに対応するものです。で、さっきの話でちょうど125ジェブ、125ギガ電子ボルトで叩くとこの真空を刺激することができるよっていうふうに言いましたが、それがまさに見えているわけですね。ちょうどこのエネルギーで叩いたならば、その他の、ヒッグスがなかった、真空が何にもない真空だった仮説に対してこうもこっとその余計なイベントが出てるわけですね。これがその真空が刺激されたことによってここのエネルギーで叩くと余計に何か反応が起こるよっていうようなことを示すものになります。こっちでも同様で125、ギガ電子ボルトのところにこうイベントの超過があるわけなんですね。でこれなかなか難しいのはですね、これ集状態の粒子しか見ないので、2つの光が出てくるプロセスであったらヒッグス粒子でなくても全部こう選別にはかかってしまうわけなんですね。そうするとここに書いてあるようにヒッグス粒子以外の、バックグラウンドって呼ばれる事象の中から十分に、確実性を持ってこうピークがありますよ、共鳴による信号の過剰がありますよっていうことを言えるっていうのが大事になってくるわけです。でそうすると、まあ、データ量が肝心っていうこの話に行くわけなんですけども、こう発見の主張はですね、とても慎重にデータ量を貯めて確実性を担保してから行われました。で、素粒子物理学で、新発見を科学的に正しいと世の中に認めてもらうためには偶然そう見えた確率可能性っていうのが 0.00057% 以下であるっていうことが必要になってきます。でこれは、どういう数字かっていうと、普段は平均点を取る学生がたまたま、試験で偏差値100を叩き出してしまう可能性っていうのに対応するわけです。これつまりどういうことかっていうと、偏差値が100を取れたならばさすがにこう平均点を取る学生ではないとこう認めざるを得ないっていうような意味になるわけですね。このくらいの確実性を持っていたならば、偶然たまたま信号らしく見えたっていうのをもう確実にそうではないと認めてもらうことができるっていうことになるわけです。で、これさっきのアニメーションの中でだんだんとこうデータ量が増えていく絵を実はこう示していったわけなんですけど、これ左側が2011年10月末の時点でのそのヒッグス2ガンマガンマのイベントの候補事象を持ってきた時の絵になってるわけですね。で、この中にもうヒッグスいるわけなんですけども、こう125ギガ電子ボルトのところにはまだこう優位な超過が見えてませんよっていうようなことになってしまうわけなんですね。だけど、これデータ量を貯めていくと、ここにそのだんだんとこう積算していった結果、積もっていった結果、ここにあらわに、はっきりと見えるような形で、ヒッグスのその125ギガ電子ボルトで真空を刺激して冷気したようなイベントっていうのが見えてきましたよっていうのがここが示していることです。これ右の絵に移るまでにこう最初はこれ左の絵は500兆回の陽子陽子衝突データを使ってたんですね。で右の絵は5倍の2500兆回の陽子陽子衝突の実験のデータを使ってここまできれいにこうヒッグスの信号を見るというところまでいったわけです。でちなみにこの2012年のランでは50ナノ秒セカンド、50ナノ秒に平均20回の陽子陽子衝突が起こるような実験環境を、作って繰り返し、衝突データを貯めたということをしたわけですね。
で、ちなみに、今やこう125ギガ電子ボルトに、ヒッグス粒子のこの冷気のギャップがあるよっていうのを知ってるわけですが、発見以前っていうのはこの数字っていうのは実は予言不可能な数字だったわけですね。なので、いろいろなエネルギー領域でこの共鳴を調べて125にあるよっていうふうに見つけましたっていうのが、こう2012年のこうヒッグス粒子の発見だったわけです。で、さらに、LHC 実験はこれまで、2018年の末まで、実験の繰り返しかつ、どんどん改良しながら行ってきました。で、その結果としてこれまで 1.5 京回の、高エネルギーの陽子陽子衝突を、調査をしてきたわけです。で、2018年にはですね、この LHC の加速器だとか実験装置をこう、ずっと、コンスタントに改善した結果、25ナノ秒に平均55回の衝突っていう、そういう実験環境で測定を行うことができるようになっています。で、この大量のデータを使って、ヒッグス粒子の特徴っていうのは、いろいろな粒子とのこう結合の強さですね。これが実験データを使って精査が可能になってきました。で、ハイライトしてあるのは、とっても弱くしか結合しないようなミューオンへの兆候っていうのも、この 1.5 京回の実験データを使って観測を始めたというようなことになります。このヒッグス粒子を作るのですら10のマイナス9乗というとっても少ない可能性でしかできないのに、このミューオンに崩壊をするヒッグス2ミューミューの崩壊事象が起こる確率っていうのは 0.002% なんですね。できた後さらにこんなに低い確率でしか起こらないような崩壊チャンネルっていうのもかなり見ることができるようなデータ量を貯め始めていまして、この反応は現在のデータ量で、まあ、偏差値でいうと80までいってると。なので、これが偏差値100くらいまではっきりと見えるようになると、発見というところまで行くことができるわけですね。で、この右の絵はこう LHC が 1.5 京回のデータを貯めて得られた最も重要なプロットの一つであると思っているわけなんですけど、まあ、ミューオンは一番今まで見た中で、弱く結合するものですが、その他にもタウレプトン、B クォーク、W ボソン、Z ボソン、トップっていうのに、結合するのはすでに観測済みなわけです。で、観測、結合するっていうことを発見したっていうだけにとどまらず、それが結合する確率っていうのが、僕たちが今仮説として立てていた自発的対称性の、破れが起こっているこう宇宙っていうのを仮定したときに、予想される結合の強さとぴったり一致してますよっていうのがここで言ってることなんですね。この青色の線が予想線で、この黒色の点が実測値なわけですけども、予想と実測が非常によく合っているよということで、これはその同じ方向を向いたヒッグス場、複素数の場がみっちりと皆さんの周りに真空としてあるんですよっていう、さっきの自発的対称性の宇宙観、自然観をこう示すものなんですね。なので、こう実験データから分かったこととしては、こうなんだかよく分かんない不思議だけど、こういう複素数の場が私たちの周りにみっちりありますよっていうのが実験データからその分かってきた自然観なわけなんですね。で、さらに分かってきたこととして、こう、ヒッグス場が明らかになって、僕たちはこう、物理のその考察の手段として、宇宙や真空の安定性っていうのが議論をできるようになってきたわけです。で、今さっきの話で、こう、ヒッグス場っていうのは、こう、ワインボトル型の特徴を持っているので、まあ、とあるゼロじゃない値を持ちますよっていうことになっていたわけなんですけども、さらにこう高いところまで外装すると、そのさらに低いエネルギーの真のエネルギー最小の点があるっていうのが、どうも最近のヒッグス粒子の測定とトップクォークの測定からすると分かってきたことなんですね。多分、僕たちが住んでいる宇宙っていうのは真の真空じゃなくて純安定なメタステーブルな真空であるというふうに理解が進んできました。で、これの意味するところはっていうとなかなか難しいんですけども、まあなんかそのたまたまこっちを選んでくれたから今のそのスタンダードモデル、素粒子物理学が言う、素粒子のあの世界があるんだなということになるわけですね。で、エネルギーフロンティア実験の次の目標としては、
ヒッグス場の理解、素粒子のたくさんのその質問を解決していくヒッグス場の理解であったり、暗黒物質の謎であったり、世代の謎であったり、大統一理論、そのたくさんある4つの力のうち、強い力、弱い力、電磁気力を結合したり、さらには重力を結合していくっていう道筋をつけるっていうのが大事になってきます。でそのためには、超対称性理論や余剰次元というふうに言われているような、これまでとは全く違う対称性や時空に対する自然観を確立していくっていうことを素粒子実験のデータからやっていかなければなりません。でそのためよりパワフルな加速器が必要、加速器測定装置が必要になってくるわけですが、 LHC 加速器の高輝度化高度化として、高輝度 LHC っていうのを2027年の開始の予定として、これまでよりも、衝突が起こる、単位時間あたりに衝突が起こる数を 2.5 倍から 3.5 倍まで上げて、トータルで、30京回の、陽子陽子衝突実験を行うような、計画が進んでいます。でこのようにこうユニークな実験装置を作って動かして最先端の素粒子実験を行っているわけですね。でその努力の先には自然がその僕たちの届くエネルギーのスケールで大発見を準備してくれているよということを信じてやっているわけです。でこれはその研究の写真で、大学院生だとか、そう実際の物理学者がですね、その地下の実験ホールに行って検出器の運転の研究をしたりだとか、最新のデータ収集用のエレクトロニクスの開発をしたりだとかっていう時の写真になります。で最後にまとめなんですけども、こうエネルギーが最小の宇宙の状態、これを物理では真空と言いますが、これは何にもない状態ではなくて、特定の方向を向いたヒッグス場が凍りついている状態であるというのが、僕たちが今知っているその宇宙の自然観なわけですね。で実験でヒッグス粒子を作り出して観測して、データから自発的に対称性を破っている真空っていう仮説を証明してきましたよっていうのが、これまでのところになります。でこれは新しい自然観を素粒子実験のデータから確立したっていうのがその意味なわけですね。でもそれって何とか、まあ世の中には実はまだまだ分かったようなつもりでも、このヒッグス場についても分からないことがとってもたくさんあるわけなんですね。で大学や大学院ではこういうワクワクする、最先端の研究に貢献をする、参加するチャンスがたくさんあります。で最後にこのオープンキャンパスのテーマなんですけど、分からないから面白いというのは全くその通りだなというふうに思って、ぜひたくさんの疑問を持って大学大学院に来て、最先端の科学の研究に挑戦してくれたらなというふうに思っております。はい、以上です。はい、奥村先生、発表ありがとうございました。ではその理学系研究科物理学専攻の杉崎海人から、いろいろ質問とかをさせていただこうと思います。で、まあ、いろいろ結構面白い質問が来てるんですけど、まずその最初の方でその弱い力とか強い力とかの話があったと思うんですけど、その弱い力や強い力、弱い力は強い力よりその弱いって言われてたと思うんですけど、その性質が異なる力の大きさを、まあ、どのようにその比較してるのかっていう質問が来てます。はい、ですね、力が、性質は違うんですけども、どんな頻度で起こるかっていうことは、こう実験データから見ることができるんですね。これ結合定数っていうふうに言うんですけど、結合乗数、その結合の強さっていうのを一つのパラメーターで書いたときに、強い力はこのくらいの結合のパラメーターである、弱い力はこのくらいの結合のパラメーターであるっていうふうに、一つのパラメーターの比較として、落とすことができます。そうするとその弱い力が弱い、強い力が強いっていうようなこう比較ができるわけですね。はい、ありがとうございます。であと、他にその衝突の陽子の衝突でその真空を利益するというふうな話があったんですけど、その陽子の衝突エネルギーは、真空を刺激するエネルギーと同じではないんですかという質問が来てます。それはですね、ここの絵に書いてあるものなんですけども、陽子と陽子が交差をしたときに、W ボソンを複写して描くような絵が描いてあるんですけども、これ陽子と陽子の全てのものが真空の刺激に使えるわけではないんですね。
で、というわけで、これもう少し正確に言うと、こう陽子の内部構造の話をこうしなくてはいけないわけなんですけども、この7手部すべてが真空の刺激に使えるわけではないよっていうのが、そのポイントになるわけです。そういうわけですね。はい。はい。ありがとうございます。それとですね、あと、そのヒッグス場が凍るというふうな話があったと思うんですけど、その凍る前の宇宙では、どういった現象が起こりうるのかっていう、ちょっと面白い質問が来てます。ああ、なるほど。凍る前の宇宙っていうのはですね、こうヒッグス場が、その例えばあれですね、今の世の中ヒッグス場が凍ってるおかげで、実は電子やクォークが質量を持つことができるわけなんですね。で、例えば今の世の中で弱い相互作用でアップクォークとダウンクォークみたいな、そのチャージの変更が起こるような相互作用が起こるっていうのは、こう宇宙が凍ったおかげなんですけど、逆に凍ってない時にはそういう反応がないわけですね。これちょっと難しいです。カイラル対称性が保たれているっていうふうにこう言うんですけど、このなんて言えばいいかな、そうそう、まず何しろ、そうフェルミオンに質量がないわけですね。フェルミオンに質量がないので、そういう意味で全然違う世の中になっているというのがまず一つあって、なので素粒子が質量を持っているような、平等がある今の宇宙がまだ全然できてないというような状況であると。で、あとはまあ面白いのはですね、弱い力が弱くなくって、その時は R 事乗分の1でちゃんと無限に続いている力になってたりだとか、そういうような宇宙になってたわけですね。はい。で、そうですね、そろそろお時間も来ているんですけど、では、最後の方に、最後と質問として、素粒子物理学が最終的に目指しているものは何なのですかというふうな質問が来ているんですけど、多分奥村先生の個人的なあれでもいいと思うんで、はい、ぜひお願いします。僕がこう素粒子物理学でやっぱ目指したいなっていうふうに思ってるのはですね、ここに書いてあるこう力の統一っていうのは一個素粒子物理学のとっても大事な方向性だなっていうふうに思っていまして、こう物事が美しくあってほしいと、シンプルに物事が書かれてほしいというふうに思うわけなんですね。今の世の中、そう対称性が破れているおかげで、そのシンプルじゃないけどとっても豊かな、バラエティ豊かな面白い世の中になっているんですけど、でもすごい高いエネルギーだと物事がとってもシンプルな方程式で書けてほしいなっていうふうに思っていて、実際にこれまではこう磁石と電気の力が統一的に分かってきたりだとか、電磁気力と弱い力が統一的に分かってきたりっていうふうに、まさにそういう方向に進んでいるわけなんですね。で、これが進んでさらにその電磁気力、弱い力、強い力っていうのが統一的に分かるよっていうふうな方向に進んでいったら、とっても面白いなっていうふうに思っていまして、こういう方向にいろいろなことが実験データから分かって進んでいくことができたらいいなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ではこれで質疑応答も終了させていただきます。岡村先生、どうもありがとうございました。はい、ご清聴ありがとうございました。